これだ。何？堂島組が人言派を？はかどってるかまごと。なんだ河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋が人言犯を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。訳は聞くな。河原さん、あの人言派の事件を課長が担当していた？ってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時カムロ社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのね。カムロ町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われてる身だ。バカ言え。今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ。郷田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ。
底面に会いてえのか。
はい。はい。キリュウさん、ちょっと待ってください。キリュウさんでしょ。お前はタカシ。はい。あの、その節はお世話になりました。ちょうど1年前、俺はサイの花屋の息子タカシを助けてやったことがあった。タカシは後部組の組長の娘京花と真面目に暮らしているはずだった。ねえ、タカシ、何やってんの？競馬で儲かったから、おごってくれるんじゃなかったの？誰だ、そいつは。京花はどうした？あ、これはその…頑張って、京花を幸せにするんじゃなかったのか？それは…結局、半端なママが…違うんです、キリュウさん。聞いてくださいよ。Thank you.
週間前の映像だ。もしもし、私、会ってくれるの？わかった。今ならタカシ出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。やめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。あれは。お父さん、何度もごめんなさい。あの男、また仕事を辞めたそうだな。それは、タカシのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう、諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとう、お父さん。でも私、タカシのこと信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。タカシがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前は惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。
遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は郷田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。わかった。すまんな、こんなとこしか空いてんので。まあ話すにはここが行っちゃえんやろ。で、わしに何の用や。二十数年前、カムロ町で起きた堂島組と人言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいの。そうや、わしが担当した。それはどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と郷田仁、堂島大吾の誘拐の一件、人言派が絡んでる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。知らん。でもまあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで人言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ二十数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな、何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の4階におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。人言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町は荒れとったんじゃ。どんなことがあろうと、ヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの人言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね。当時人言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや。そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか。
えてください課長。通天閣の近く桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は？今は村井という名前で生きるわ。村井ですね。佐山、村井を大阪に連れてきたのはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めたけど、鎮魂派の掟は生よりも死、復讐せんと生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやからカムロ町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。わしとカワラが関西へ赴任してくるときに一緒に連れてきた。カワラさんも関西に。さやま。はい。今日付けで身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう。そんなこと言うとらやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら、女やろうが、子供やろうが、手加減せんのんじゃ。でも、私は…俺は命令言うとるやろ。見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ、守ってくれるか。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。一つ聞きたいことがある。なんや。河原さんの発砲事件を知ってるな。堂島組と人言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく佐山のことを頼んだで。
Thank you.
まあまあ。Sorry.
ね。
ビっとんのか。Yeah!
あら。ねえ。まあまあ
は？え？
ましょやんのか。あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か用か。逆らったらどないなるか分かっとるやろな。早行き。すいません、
待てや。なんや。なんかこう、急に胸のあたりがカッカほてってきてな。それがどないしたんや。あんた、ええ女やな。一晩俺らに付き合わんか。自分何言ってるか分かっとんのか。当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。これ以上侮辱したらパクるで。おお、怒った顔がたまらんな。くっ、いや、俺は強い女もっと好きやねん。悪い。何者じゃ。その女のボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてからや。どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？あ？ああ、ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？何してんの？早行こう。
ごめん、待った。意外にビール売ってなくて。いや、街を見ていたところだ。おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょう。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。いい気分だ。もうちょっと飲むやろ。立ってくるわ。ん？悪い。気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言うてんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。ふん。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何にも出てけえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことぐらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけや。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りがなんて言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そら、そうやけど。今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で、自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にも分からへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ。帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで推しを見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろ。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろ。素直に言うことを聞け。
そう。わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か？うん。じゃあ明日の朝10時、橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ。ありがとう。何やお前は。何すんねん。あんた、それを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと。それ、入れ墨の死体だろ。しかも、普通の図柄じゃない。なんであんたそれを。よっとして筋もんか。近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。あ、ああ。
これはうちの一家に伝わる竜の指定でな。代々風ぶりを継承したもんにしか俺に知るもんや。交流か。よう知っとるな。そう、指針の蝶と呼ばれる伝説の竜、交流や。
りとんのか。10年前、合田隆二を初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして、代々伝わるあの竜を、掘ることを決めたんや。せやけど、筋彫りしようとしたとき、わしの手は、動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって彫ったんです。あのおたぶりさんの竜。
俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが郷田龍二に掘ったのは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち堀氏には掘った男の顛末を見届けることしかできない。明菜さん、もしあんたに堀氏としての責任があるなら、風堀を継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。五代目風堀を継ぎます。ありがとうございました。